今平成29年の5月20日、午前5時50分ぐらいですね、例のごとく札幌駅に来てます。で今日はもう今年で4回目になるんですね、折りたたみ自転車限定の、美瑛町ツアーということで、今日から1泊2日で美瑛町の方を走ってまいります。で今回初めて僕もシングルギアで挑むことになりまして、だんだん勝手が分かってきたっていうのもあるんですけど、思いのほかこれがよく走るということで、実践投入してみようということになりました。ダホンのダブです。で14インチでシングルスで、本当に走るのがいいかと思いますけど、これが思いのほか本当によくこれは走ってくれますので、坂の町美瑛でどういう風になってくれるか楽しみです。ちなみにこういう風にバッグをねフロントにゴンとつけるような工夫も、工夫次第なんですけどね、やることはできますので、それが実際どうだったかということも、きちっと検証してみたいと思います。無事に全員揃いまして、輪行準備をしてそのまんま乗ることになります。ちょっと慌ただしかったので、記念写真はないんですけど、美瑛で降りてからみんなで写真撮りたいと思います。旭川まで特急です。そこから美瑛まで、乗り継ぎまして美瑛スタートということになります。美瑛駅に到着しました。で、ここで組み立てをして、今日はちょっとトムテルムさんの方で荷物を預かってくれますということで、各自身軽になって行ったろうかという感じになってます。やっぱさすがに畳める自転車の準備が早くて、1台クロスバイクの人もいらっしゃるんですが、やっぱり10台揃うのにこっちの方が早いという、なかなかやっぱ素敵な状況になってます。天気もねすごく良くて、美瑛のツアーってもう4回目ですけど、最初から僕今半袖になってますけど、最初から半袖になったのは多分初めてじゃないかな。それぐらい、期待のできる位置。今日のダホンの多分最大のライバルになるであろうルノーです。しかもこれ三段変速にカスタマイズされているっていう鬼のようなやつで、これはどんな感じの走りを見せるかですね。あとブロンプトンタルタルガとタイレルの FX にダッシュとかキャリーですね、こういうおもろいのが集まってくれてます。懐かしの BD1 が2台ですね。これで頑張る内容です。今美瑛町ツアースタートいたしました。今日行くところはちょっと僕も道がよく分かってません。この町の方に行きまして、ジェットコースターの丘っていうのがあるそうなんですが、そこをこうぐるぐる回ってって戻ってくるというような流れだそうです。で午前中で大体まあ30キロ弱で、午後から様子を見てどれぐらい走るか決めますということでした。車輪の小さい自転車ばっかり、全部で12台走ってますけど、こういうのを見るとね、自転車は妙に尽きるというか、小径の折りたたみ車でこんだけいろんなことがやれるんですよっていうことを追求したい私としては、参加してくれる方がこんだけいらっしゃるっていうのは本当に自転車や妙利に尽きる、嬉しい瞬間でございます。今年もねこういうことができることに心から感謝しつつスタートでございます。やっぱねどうですか、この喜びが伝わるとすごく嬉しいです。過去美瑛のセンチュリーランに3、4回、美瑛町ツアーが4回、何回も来てるはずなんですけど、ここ通ったことあるのかどうのか、実はよくわかりません。多分通ってるんだろうなと思うんですけど、本当にやっぱ何回来てもいいなっていう、夢のような景色が広がってます。ご覧いただけますかね。道の前ずっとグオングオングオンとこうなってるアップダウンがあるんですけど、これが多分ジェットコースターの道と言われるところなんだろうと思います。どんなことが起きますか、楽しみです。ジェットコースターの道にみんな走っていきまして、危機として登ってる人もいれば、ヘロヘロになってる人もいれば、人生いろいろです。僕もちょっと試してみたいと思います。
ダンホンのダブ14インチシングルで来てますんで、どこまでこの坂に耐えられるかどうか、やってみたいと思います。先ほどの上富良野町の方から今美瑛の町内に戻りまして、どこ走っているのかよくわからないんですけど、とにかく天気が良くて風は爽やか、若干の微風、追い風、非常にいい感じで走ってます。多分水は相当飲んでるので、多分汗も相当出てるんだろうなと思うんですが、乾きが早く、シャツがベタつかない。いや、ほんとこれ北海道の初夏っていいよなってつくづく感じる瞬間でございます。BA ファームさんのソフトクリーム屋さんで小給仕です。あそこの牛さんが出してくれたお乳をここで加工してみんなでいただいてます。いいおっさんがソフトクリームをパクつく光景っていうのはなかなかいいもんです。あそこで今お姉さんが草刈りをしてます。やっぱり農業女子はなんかたくましいなって感じがしますね。天気もいいので、もう非常に夏の北海道を満喫してる感じです。やっぱこういうとこ自転車でね、しかも折りたたみの車両で来れるっていうのも本当に幸せなことだなと改めて痛感してます。母子球で本日は母子球で頑張ろう。餌もうすぐですよ。餌もうすぐですよ。はい、頑張ろう。はい、登り切ってゴールですよ。疲れます。疲れます。でも楽しい。はい、頑張る。このロケーション、ご覧いただけますでしょうか。幸せですね。今昼食地の例によってイタリアンカフェアペーティさんに到着しました。お疲れ様でした。皆さんお疲れさんでした。もう走りたくない人、まだまだやれそうです。頑張ります。スタートしたらいきなり坂が始まるというのもまたこのツアーのいいところといえばいいところで、なんか 10% ほどの勾配が1キロ続くらしいんですけど、いざとなったら押せばいいよという、そういう割り切りができるのも、折りたたみ車のいいところだなと、ふと思いました。頑張ります。BA ツアー4回目にして初めて行くという、非常に景色のいいところを目指して、極悪な坂に登りかかりました。10% が1キロ続くそうで、ちょっとどうなりますか。もう実況している余裕がないです。極悪の坂、絶景の眺望を楽しみまして、いよいよ今日の宿のトムテルムさんの方に向かって走ってます。もうそんなにきつい勾配はないということでしたので、なんとか無事に事故なく今日の日程終わりそうです。ご協力に感謝したいと思います。